チャタンソンだったんですよ。我々はチャタンソン、アザ、センバルでしたということですね。北谷町民の皆さん、こんばんはですね。こんばんは。センバルエイサー保存会の副会長をさせてもらってます、花城克夫です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。花城さん、エイサー歴まず聞いてもいいですか？私はですね、はい、17からやってますので、今67歳ですので、今年で50年目です。すごい、はい、節目でもありますよね。ちょうど節目ですね、はい、もう皆さんね、大先輩がまだ現役でね、すごくかっこいい姿を見せられますので、もうすごくね、パワーもいただけるかと思います。嘉手納町のセンバルってそもそもどういった土地柄、どういった場所なんでしょうか？嘉手納町センバル遺産保存会、センバル共有会というのを組んでまして、1800年頃首里那覇久米から、茶壇野国村のふもとに、センバルヤードゥイというのを1800年頃から、ありまして、1820年にエイサーを始めたと言われていて、今現在のエイサーはですね、だいたい1850年頃から、型が定まったというふうに言われて、います。それで今現在にずっと同じ型、同じ曲目、同じ型で残して今我々が継承しているということです。はい、センバルエイサーにはかなりの歴史もあるんですよね。今言ってみたい歴史がそういうことで、実は我々センバルはですね、1937年ですね、昭和でいうと12年、チャタンソンアザセンバルでした。我々はですね、で戦争中、昭和20年まで、1945年まではチャタンソンアザセンバルですね。で、戦後は、昭和23年ですね、1948年にチャタンソンから嘉手納ソンが分村して、3500名ぐらいでやったんですが、嘉手納は9アザが13アザあって、その13アザの中で一番小さいセンバルヤードゥイが今はセンバル共有会として、嘉手納町で、区の行政区が6つあるんですが、センバルエイサー保存会はずっと共有会のエイサー、戦前からずっとやってるエイサーを継承して今までやってきてるという流れですね。はい、じゃあかなり茶壇町とも茶壇村ということで、関わりが深いということなんですね。深い関係というか、茶壇村だったんです。我々は茶壇村、アザ、センバルでしたということですね。じゃあ元々はもう茶壇村です。はい、そうですね。で、現在ですね、年齢の幅もすごくね、広いとお伺いしたんですけれども、どのくらいの方々が、今日地方含めて41名参加してるんですが、下は、高校1年、16歳、上はなんと86歳。我々平均年齢がですね、あまり言いたくないんですが、48.8 歳が我々の平均年齢です。以上です。以上です。もうかっこいいですよね。これだけで本当にパワーをいただけます。そんなもうかっこいい皆さんで今日は演舞していただけるということなんですが、最後にちょっと意気込み、この後の演舞にかける思いを聞いてもいいですか？はい、青年連合のですね、久保田さんから連絡いただいて、ぜひそういうゆかりがありますので、センバルエイサーこういう大会に出ていただけませんかということで、我々、みんな全会一致で、行こうということで、多分ですね20年ぶりだと思います。前ソフトボール球場で20年前に、エイサー祭りに1回出てきて、20年ぶりですね、久保田さんの熱意に負けまして、我々参加するということで、今日は特別に出演させていただきまして、本当に我々も感謝しています。今日は精一杯頑張りますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。花城さんでした。皆様拍手をお送りください。ありがとうございます。改めてプロフィールをご紹介いたします。センバルエイサー保存会はエイサーを中心に心の絆を失うことなく令和になっても演じ続けられ、幾多の試練を乗り越えて戦前から型や曲目が変わっていません。男子のみで生き生きとしたダイナミックな力強いエイサー、
祖先供養の歌詞が残っているという特徴もあります。ということで参りましょう。嘉手納町からセンバル演奏保存会です。お願いします。Thank you.
Thank you.